アプリ。遠出に疲れて体調を崩したんですか？何でも入りません。今朝から喉が痛くて食欲がなくて、少し熱っぽくて悪寒がして倦怠感を感じているだけです。完全に風邪の初期症状ですよ。無理しないで寝ていた方が。このくらいあなたに心配されることなど何もありません。軽いうちに治せば楽なのに。ほら、部屋に戻りましょう。そこまでおっしゃるなら。何か食べたいものや飲みたいものは？そうですね、果物をいただきたいところです。他には？いいえ、今のところは。水分補給をこまめにしてゆっくり寝てください。わかりましたから。早く出て行きなさい。映ってしまうかもしれません。心配だからここにいます。好きになさい。映っても私のせいではありませんからね。出て行かなかったあなたが悪いのです。じゃあ映さないように早く直してください。わかりました。私は少し眠ります。今日はなんだか素直ですね。弱っている時は素直になるものです。レオニス、ついでと言ってはなんですが、手を握っていてくれませんか？いいけど、寝返りとか打ちづらくない？良いのです。何よりの薬かもしれません。何か言った？私が目覚めた時、ちゃんとそこにいるのですよ。こうしっかり握られちゃ逃げられないのに。私がこれだけお願いしているのに逃げる気ですか？そうだとしても今日は逃がしませんよ。アプリの言うこともわかるけど、でも心配だし。わかった、人がいたら落ち着かないよね。じゃあ僕は行くから、ゆっくり休んでください。ごめん、できればはっきり言ってほしいんだけど。家というのですか？私に、家というのですね。わかりました。レオニス、私のそばにいてください。出て行けというのは？そばにいてほしいという
裏返しです。それくらいのことさせなくてどうします。難しいな、アプリは。ならば完璧に読み取れるようになりなさい。試しに私が今何をしてほしいか当ててごらんなさい。わかりました。じゃあ何かあったらすぐ呼んでください。それじゃあお大事に。本当に出ていくのですか？いや、確かに出ていけと言ったのは私ですが、なんて素直な。いや、素直なのは良いのですが、出ていけとはつまり裏返しではありませんか？なぜそのくらいのことがわからないのですか？